六甲山1000万ドルの夜景を涼を求めて車で登ってきました。標高は 931.3 メーターあります。ふるさと標高50山の一つでもあります。西は須磨から東は宝塚まで30キロにわたって連なっています。神戸市北区からの裏六甲ドライブウェイです。このトンネルを抜けますと東灘区に出られます。山頂まで約20分くらいこのカーブが続きます。39の急カーブが続きます。私らの時代はよくここでローリングをしました。六甲山は彼女さんとのデートスポットです。山頂にたった一つの信号のある交差点。車の温度計で外気温が24度でした。六甲山と有馬温泉を結ぶロープウェイです。日本でも有数の展望デッキ六甲ガーデンテラスからの眺めです。この花火大会、宝塚、伊丹、川西でもない、どこか分かりませんでした。やはり身につくのが飛行機でしたね。次々と生駒山から伊丹空港滑走路に向けアプローチ。
もう寒くなり下山をしました。以前はたくさんのカーホテルがありましたが、数軒になっていました。ご視聴どうもありがとうございました。